サンタクロースのお面。うちの妹が小6の時に体験した話。およそ10年前。ちなみに自分は4つ離れた兄です。クリスマス前に、サンタクロースのお面付きのお菓子を買ってきた。クリスマスの次の日の夜、つまり26日、風呂から上がって2階の自室に戻ると、電気が消えていた。室内灯もテレビも風呂に向かう時に、つけっぱなしにしていたはずだという。テレビも消えており、逆につけた覚えのない、テレビの上に飾られた小さなクリスマスツリーの電飾だけが、赤青き赤青き、と室内をいかがわしく照らしていた。わけがわからないまま、点滅するくらい部屋を覗き込んでいると、視界の隅で何かが動いた。ドアの左手、壁沿いに置かれたピアノのその向こうから、お菓子についていたサンタクロースのお面が顔を傾けて、こちらを伺っていた。妹は一瞬視界が暗転しかけたらしいが、次の瞬間家人の誰か、というか兄の私の悪ふざけだと思い。ナンバショットか、やめんか、ふざくんな変態が。とわめき散らした。ところが、それを聞いた私が驚いて階段を上がってきたので、今度こそ錯乱して部屋から飛び出した。私を呼び後に続く父親母親はその場で、泣きわめく妹から、どうやら部屋に何者かがいるらしい、ということを聞き出した。母親が惹かれたように開花の電話に向かう一方で、親父と私は恐る恐る部屋を覗いた。部屋の電気は、ドアの外のスイッチで、何事もなかったように点灯した。サンタのお面はピアノの向こうにも、床にもベッドや机の下にも見当たらなかった。窓はすべて内側から鍵がかかっている。110番で来てもらった二人の中年の警察官のうち、一人が押し入れを開けたが、中には布団以外何も見当たらない。そこから繋がる天井裏も、埃の様子からそもそも人が入った気配がない。妹は12月26日から翌年の2月まで、自室に入ろうとしなかった。クリスマスの思い出。ラジオで流れた、クリスマスの思い出というテーマの投稿で、一つ変なのがあった。真面目に聞いてたわけじゃないので大雑把だが。10年以上前、仕事帰りにケーキを1箱買った。家に帰ってケーキの箱を見せると息子は喜んだが、箱を開けた途端、怖いと言って泣き出した。箱の中身はケーキではなく、豚足がいっぱい入っていたのだ。というもの。DJ は不思議ですねの一言で流していたが、この話が本当ならかなり変な話だと思うのだが、ケーキはどこへ行ったんだ？なぜ豚足が入っていたんだ？俺はクリスマスが苦手だ。クリスマスなんでクリスマスにちなんだ体験談。俺はクリスマスがちょっと苦手だ。というのも、小学5年の時だったか、クリスマス前日の夜どんなプレゼントがもらえるのか、期待に胸を躍らせながらなかなか眠れない夜を過ごしていた。もちろん、この年齢になるとすでにサンタなんて幻想は信じてないが、毎年両親がクリスマスプレゼントを枕元に用意してくれるので、めちゃくちゃ楽しみな行事なのは変わりなかった。そうして就寝時間になったんだが、どうにも寝苦しい。俺の部屋は2階にあるが普段両親が起きてると、1階の物音がそこそこ聞こえる。それがまだ22時過ぎだというのに一切聞こえない。俺は、もしかしてプレゼントの用意してるのかな？なんてのんきに考えてた。すると、ギシギシと階段を上がってくる足踏みが聞こえた。おいおいまだ寝てないぞ、と焦りながら布団を鼻の高さまでかぶり、薄目でドアの方を見つめていた。ギー、とドアがゆっくりと開くと、廊下の明かりが差し込んでくる。はずなのだが、暗闇が広がっていて何も見えない。万が一電気の明かりで俺が目が覚まさないように気遣ってるのか？そう思った。暗闇から誰かがこっちに近づいてくるのがわかる。下。ただ妙にゆっくりとした歩みというか、踏み込みなのだろうか。一歩一歩確かめるような、一定のリズムで近づいてくる。ずり。次に何かを引きずるような摩擦音が聞こえた。俺は薄目でなんとか視界を確かめる。暗闇に目が慣れたのか、わずかな夜光で見ることができたのか、開かれたドアと真っ暗な廊下が見えた。ずり。不意にベッドの下、床の方から引きずる音が聞こえる。ずり。何かがいることは直感できた。まさか両親のいたずら？俺が起きてるのを分かっててからかってるのか？
若干寒気を覚えながら趣味の悪いいたずらにムカつき、意地でもビビってやるもんかと抵抗の意思を持った俺は、そのまま目を開けて待つことにした。すると、ぬっとベッドの下から影が現れた。ちょうど目線の高さ、真正面に現れたとおぼしき影はそこで固定してじっとしている。その影がどうやら人間の頭だと認識できた俺は、なぜか声をかけてしまった。父ちゃん、自分で聞いておきながら、とっさに違うと思った。その時、外で車が通過したのかライトが差し込んで、天井や壁が明るくなった。そのわずかな光の反射で、影の顔がぼんやりと照らされる。青白く無表情な、知らない女の顔だった。うわぁ。俺は布団を投げ飛ばすようにして飛び跳ねた後、後ろの隙間にケツから落っこちた。その物音に気がついたのか知らないが、廊下に電気が灯り、父が駆け上がってきた。おい、どうした？ブフ。父は俺がベッドと壁の隙間に挟まってもがいている姿を見て吹き出した。お前寝ぼけたのか？だ、助けて。俺は半笑いの父に引っ張り上げてもらい救出してもらうと、すぐに部屋の中をくまなく見回した。ねえ、さっき部屋に来た？いや、風呂入ってた。父の話では、ついさっきまで風呂に入ってて髪を乾かし終わったところに、2階から大きな物音が聞こえてきたので慌ててやってきたとのこと。ちなみに、母はトイレだそうだ。早く寝ないとサンタからプレゼントもらえないぞ。父は俺をベッドに寝かしつけると部屋から出ていく。ドアを閉める前になぜか親指を立てて、楽しみだな、と一言残して出て行った。俺としてはちっともそれどころじゃないが、不思議と父のペースに当てられて落ち着きを取り戻し、さっきのことは夢だったのかもと思い始めた。翌朝、枕元に大きな包みが置かれているのを起床と同時に発見し、テンションぶち上げ状態だった。目を輝かせながら開封すると、某ゲーム機と欲しかったゲームソフトが入っていた。うおおお。俺は歓喜の声を上げた。ふと、黒い糸がついていたのですくい上げる。それは長い髪の毛だった。俺は昨晩の女の顔を思い出すと、一気に顔色が悪くなるのを感じた。そこに父がにっこり笑顔を浮かべながら部屋にやってきた。何がもらえた？おお、欲しかったゲームか、よかったな。今から一緒にやるか？手でコントローラーを操作するジェスチャーを見せる父を見て、俺は苦笑いを浮かべた。その年のクリスマスは、ほとんど父と一緒にゲームして遊んでいたが、やっぱり気持ちのどこかで昨晩の出来事が尾を引いていて、本心から楽しめなかった。あの女は何だったのかわからないが、クリスマスが来るたびにあの顔を思い出してしまい、今でもちょっとクリスマスが苦手だ。イルミネーション。私が子供の頃の出来事です。周囲に田んぼと畑しかない実家とは違い、母方の実家がある隣町には小さいけれど商店街やコンビニがあり、訪れるのが楽しみでした。しかし隣町もだんだんと高齢化や過疎化が進み、商店街もシャッターを閉めたままの店が目立つようになりました。ある年のクリスマスシーズンから、隣町の商店街や公園にイルミネーションが飾られるようになりました。飾らなくなったクリスマスツリーや電飾を寄付してくれる家庭があったり、温かい飲み物を出す屋台も出て、寂しくなった街にささやかながら、温かいクリスマスムードが満ちていました。毎年両親にねだって連れて行ってもらい、母方の祖母も誘ってイルミネーションを巡り、写真もたくさん撮りました。ところが、ある年から急にイルミネーションが飾られなくなってしまったのです。両親に理由を尋ねてもはぐらかされ、次の年も、その次の年も、イルミネーションが飾られることはありませんでした。先日帰省した時何気なく母に理由を尋ねたところ、あっさりと答えが返ってきました。あの電飾使って、首を吊った人がいたのよ。クリスマス特別企画。俺が消防だった頃の話。近所の小さなそろばん塾に通ってた俺は、毎年クリスマスの日の塾を楽しみにしてた。クリスマスの日だけは授業をあまりやらずに、先生が8ミリフィルムの映画を子供たちのためにかけてくれるからだ。アニメが主体で、頑張れたブチ君とか、ディズニー映画、チャップリンの映画などを見せてもらう。それが終わったら、先生がお菓子をみんなに分けてくれる。毎年すごく楽しかった。
しかし、俺が消防6年だったその年はいつもと様子が違っていた。10畳ぐらいのスペースの小さな教室で、生徒は13人くらいいただろうか。先生が映写機に8ミリをセットすると、教室の照明を全部消し、映写が始まる。シャーッという機械の音。手製のスクリーンに光が映る。ところが、いつまで経ってもお目当ての頑張れ田淵くんが始まらない。あれ？おかしいなぁ。ちょっと待っててくれよ。と先生が言って、何か道具を取りに行くのか教室を出て行った。まだ回りっぱなしの映写機は、真っ白な画面からしばらくすると、突然何かを映し出した。女の子。俺らと同年代くらいの女の子が、元気いっぱいに公園らしきところで遊んでいる。俺らもよく知っているその女の子。そう、先生の娘さんだ。趣味の8ミリカメラで撮ってあげたものだろう。俺たちは急に怖くなった。なぜなら、その女の子は1年ほど前に病気で亡くなっているからだ。いつもはバカ騒ぎばかりしている俺たち生徒は、一言も喋らず、何かスクリーンから目をそらすようにうつむいている。3分くらい経っただろうか。ようやくフィルムが終わって、映写機が自動的に止まった。レンズからの光も消えて、教室内はまた真っ暗に。一番前の席に座っていた生徒が暗闇に耐えられなくなったのか、席を立って、スイッチどこかな？と照明のスイッチを探し始め、こちらを振り返ったその時、後ろの席の方に指を指して、泣き声とも叫び声ともつかない声を出しながら、教室を走り去った。席を切ったように教室の全員が、無言で出口に向かって走り出した。集団ヒステリーってやつだと今になって思い込むようにしてるが、それでも未だに腑に落ちないのは、あの時、最後に教室を出た生徒は、塾の出口でものすごい力で先生に腕を掴まれて、逃げるんじゃない。と、すごい形相で言われたらしい。それをきっかけに俺は塾は辞めましたが、その塾自体はまだ営業中。奇跡。人いなそうなんで、これを機についさっき家族で食後のお茶飲みながら、改めておかんから聞いた話。もう20年近く昔で俺は覚えてないんだが、母と俺の体験。当時自分はまだ小学校の1年坊主で、母とまだ赤ん坊の妹と祖父母と5人、長野の実家で暮らしてた。とりあえず当時のことをサクッと書いとく。うちは母子家庭で、母親が文字通り朝から晩まで働いてた。当時まだ20代後半の母は、昼は喫茶店でコーヒー入れて、夜はおじがやってる肉屋の配達の手伝いを自分の車でやっていた。車がないと暮らしていけない土地だったし、年配の人も多かったので、夕飯時に電話一本でお肉の配達してくれるサービスは今でも喜ばれてる。おかんは車の運転上手くて全然苦じゃないタイプだから、配達のバイトはガンガンやってたそうだ。天真爛漫を絵に描いたようないっつもニコニコしたおかんなんだが、当時はまだ若いこともあって、肉屋のおじやおばをはじめ、親戚や常連さんたちから孫や娘みたいによく可愛がってもらってたそうだ。俺と妹に行って、常連さんからお菓子持たされて帰ってきたりもしょっちゅうだった。今帰省しても、いい地元付き合いだなってよく思う。とりあえず、当時はこんな感じだった。それは、おかんが肉屋の配達で遅くまで帰らなかった、12月25日の深夜に起こった。その日俺はおかんの帰りが遅い日なので、妹と一緒に1階の祖父母の部屋で4人並んで眠っていた。ふと、祖父が目を覚ますと俺の姿がない。トイレにでも行ったのかと思って、祖父がトイレを見に行くがいない。おかしいと思ってキッチンやリビングを見るが、俺の姿が見当たらない。祖父は急いで祖母を起こしに行って、二人で家中を探したがおらず、もしやと思って玄関を見れば、出っ放しだった俺の長靴がない。時刻はもうとうに日付の変わった、日付で言えば26日の夜中の3時前。祖父母は真っ青になって上着も羽織らず玄関から飛び出ると、子供の足跡がまだ残ってる。慌てて後を追えば、山道の方に向かって凍結した坂道を歩いてる俺がいる。祖父母は夜中だってことも忘れて大声上げて飛んでくと、パジャマに長靴履いた俺が、お母さんを迎えに行く、と手に母のジャンバーを持って離さない。何事かと思った祖母だったが、そういえば母が帰っていなかったことを思い出し、俺に話を聞けば。夢で、母が道で寒がってる、車がドーンして動かない、
というもんだから、慌てて母の携帯にかけるが繋がらない。肉屋のおじにも連絡を取って店を確認すれば、持って帰る予定のガソリン代や、施錠予定の鍵もそのままになっている。これはと思って警察に事情を説明し捜索を頼んだところ、1時間後に山あいの道でスリップ事故を起こし、動かれなくなっている母が発見された。ガソリンが尽きて暖房が切れ、携帯の充電も切れていたため連絡が取れずにおり、発見が朝まで長引けば最悪の事態も考えられたそうだ。ここまでのことを、自分では正直よく覚えてないんだが、町の病院におかんを迎えに行ったとき、泣きながら俺たちを抱いて、神様ありがとうございます。とおかんが何度も感謝を述べていたのはうっすら覚えている。母はその日、24日ほどではないが、その日もなかなか配達の量が多かったそうで、母が最後の配達を終えたのは、クリスマスも残り1時間切った頃だったそうだ。隣町まで大量のしゃぶしゃぶの肉を届けて、あとは肉屋に寄ってから家に帰るだけ。連日の大量配達でガソリンが残り少なくなってはいたが、帰りにはレジに用意してくれてあるガソリン代をもらって預かった鍵で店を閉め、スタンドに寄ってから家に帰ることになっている。それより子供とクリスマスを過ごせないのを申し訳ないと思いながら、夜の道を走ってたそうだ。地元の慣れた道とはいえここ数日降った雪が凍ってて、山際だから坂やカーブもある。スタッドレスタイヤ履きつつも、きちんと安全運転で走ってた車に、いきなり横の山際から黒っぽい塊、多分イノシシかカモシカが転がり出てきたもんだから。ぶつかる、と思ってとっさにブレーキ踏んじゃって、そのままスリップ。地面滑るように車の顔から路端に突っ込んで、車が動かなくなったそうだ。幸い怪我がうち身くらいだったようだし、とりあえず携帯でサポートセンターと家族に連絡に入れようと思って携帯見たら、朝から持ち歩いて何本も配達電話してた携帯が電源切れてる。母はこれを見た時はさすがに血の気が引いたらしい。中部とはいえ、長野の真冬の夜は外気温が氷点下になることも珍しくない。空いてる道路を優先で道を走っていた母は、ここがそれほど車通りのない道だということを十分わかっていたそうだ。年末の夜中、携帯は電池切れ、残り少ないガソリン。雪国育ちならこの不安多分わかるんじゃなかろうか？とにかく誰かを呼ばねばならないと、クラクションを鳴らし続けてみるが、反応がない。ないけど鳴らすしかない。住宅街とはほど遠いこともおかんは知ってたから、この時すでに涙目だったらしい。家はまだずっと遠かったし。家族には遅くなるからとだけ伝えてある。肉屋のおじおばはすでに帰宅して、店を閉めるのは自分になっているから、店に帰らない自分には気づかない。幼い俺と妹と一緒に祖父祖母が眠ってしまっていたら、自分の異常に気づく人がいない。雪降る真冬の長野で、ガソリンも食べ物もない車の中で母の体じゃまず保たない。そんなこと考えてるうちにガソリンは切れて、少しずつ車内が冷えていく。クラクションを鳴らすが人影はないまま。かぶれるだけの布を集めて車っても、寒くて寒くてどうしようもなくなってきて、携帯の画面は真っ暗のまんま、息だけがどんどん白くなってく。おかんは、ああ、私死ぬかもしれない、と思って泣いたそうだ。せめて最後に子供に会いたい、会ってごめんねを言いたいと手を合わせて、母が好きでいつも初詣に行ってる、諏訪大社に向けて祈ったそうだ。そうしてるうちにパトカーが向こうからやってきて、自分の名前を確認された。ご家族から捜索願いが出されて探していました。と言われた時に、本当に死ぬと諦めかけていたおかんは安堵と感謝で、顔を覆ってパトカーでまた泣いたそうだ。母にとっては本当にシャレにならんくらい怖かったと思う。これでしまいです。さっきお茶飲みながら、クリスマスの夜に日本の神様に祈るところがおかんっぽいな。って家族揃って笑い話にできたので、記念に書き越してみました。ホラーっぽさなくてすんません。神様には感謝っす。